中学生で500万近く課金してるキッズがいたんで、どう課金してるのかって親のクレジットカードで、課金したいって言ってくれれば課金させてくれるって言ってたんで、こんな何百万も使ってるっていうのは分かってんの、ちゃんと。いや、もうバレてますね。はい、どうも、ムジカです。ということで、本日はですね、大人気シリーズ、世の中ではですね、いろんな不思議なことがたくさんあるんですけれども、100万以上課金してるキッズも不思議なことの一つなんですが、今日はね、ツイッターで DM してきてくれたキッズがいるんですけど、そのキッズがね、結構最近の中では、中学生で500万近く課金してるキッズがいたんで、なんかね、もう1000万とかね、ゲームに2000万使ってるキッズとか紹介しちゃったんでね、いや、そんなもんかとかね、思うかもしれないですけどね、普通に考えてください。キッズが1万以上持つことないですから、お年玉とか以外でも1万以上持つことだってもうまあまあないじゃないですか。それがね、もう500万ですよ。このとんでもなさを感じ取ってください。ということで、今日ね、話を聞けるようなんで、実際ちょっと読んでみたいと思います。あ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。早速課金してますね。二次三次コラボ。はい。こちらが約470万課金したアカウントですか？はい。なんかあ、でも、豪華限定版か。後ろのやつって、紫のやつって、はい。豪華限定版が2台ですね。あ、2台か。あれ、電動はお持ちではないんですか？電動は取りに行く気ですね。これから。はい。これから課金して電動をゲットするのに、すでに500万近く、はい、課金してるってこと？そうですね。なんか前から500万ぐらい課金してたら電動の一つや二つ持ってそうなイメージあるんですけど、嘘ですね、もしかして。いや、違いますよ。やっちゃってます？やっちゃってません。僕は信じてますよ。僕は信じてますが、世の中のね、クソガキどもはね、いや、どうせ嘘だろうと、もう動画出たいだけだろうというキッズがね、多いんですよ。ほぼですね、9割方それなんですけど、ちょっとじゃあ、ちょっと画面共有で、動画上には出せないんですけど、ちょっと課金額見せてもらっていいですか？はい。ちょっとこれは僕だけ見ますね。はい、ということでちょっと今画面共有を裏でしていただいています。あ、来ました。230万金券ってことはかける大体2で460、まあ407、はい、してました。課金完全にしてました。はい、してて、電動出る、まあ豪華限定版とか結構古いやつだもんね。最近のやつじゃないですね。あ、じゃあ昔からやってて課金してるってこと？はい、そうですね。だけど電動はスルーしたんだ。はい。どういうこと？ちょっと早速その辺聞いていきましょうか。戦闘でも行きながら。荒野行動自体はいつからやってんすか？小5ですね、やり始めたの。小 5！ 今何歳だっけ？今中学2年生です。中2ということは 14？ はい。14歳で470。小5から課金してて、荒野行動は。はい。で、累計が470万と。そうですね。で、電動はなんでスルーしたの？いや、電動は車いらんかなと思って、取らなかったですね。いや、一番いるだろ。基本武器の方が欲しいんで、武器しか取ってないですね。あー、そっかそっか。まあまあまあ、いらないっちゃいらないって、まあ俺も取ってないしね。ここでね、やっぱり、いや、470万ぐらい課金して、普通デッド取るっしょみたいな感じはね、完全に凡人キッズですからね。ボンキッズですからね。それを自覚してください、これをリスナーさんは、はい。ということで、まあね、本当のね、お金に余裕ある人は別に電動なんて焦んないんですよ。いつでも取れると。いつでも取れるとか、まあ必要な時取れやいいやと、いつでも取れるから、目の色変えて、もう早く、もうお小遣い食べて、もうお年玉を全部電動、水晶みたいなね、キッズはね、余裕がないわけですよ。まあいつでも取れるってことですよね、要は。そうですね。じゃあついにでも取るんですか、それは。それはそれで。取ろうと思ってますね。おお、じゃあそれは必要な時は来たんですか？来ましたね。あ、来たんだ。なんでゲリラとか出てんの？いや、ちょっと友達にちょっとゲリラ呼ばれたりしてて、車がクロロフェとムラマクしかないんで、そんな課金してんの？取った方がいいかなと思って。まあゲリラとか出るんだったらね、みんな持ってる人がゲリラ出てるからね。ちなみにです、アカウントはこれだけですか？はい、いや、サバークあります。ちなみにそちらはおいくらぐらい課金されてるんですか？170ちょっとですね。 170! ちょっと待ってください。470足すことの170イコール640万お課金、お買い上げされております。ありがとうございます。運営さんからの声です。サブに170、そこなんで一つのアカウントに640にしなかった？友達とかが全然課金できてないんで、アカウントを貸すためにそこまで課金しましたね。アカウント貸すために？はい、車とか弱いんで、友達がゲリラ出るときに本赤勝ちたら僕荒野行動できないじゃないですか。まあ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 、そうです。なんでちょっとサバカ作って課金ある程度してそれを貸してるみたいなもんですね。はいはい、がっつりやろそれ。がっつりすぎやろ。それこそね、16万だけ課金して電動だけ取ってやったけさ、コスパめちゃくちゃ、むしろその友達10人分ぐらい取れるやん、電動。
そうです。なるほどね。いや、しかしそろそろちょっと気になるね。どう課金してるのかって。僕のね、今までね、数々出てきた買い課金キッズたちのパターンとしては、まず第一が親が金持ちで、もうクレジットカードというかもう毎月のお小遣いがもう半端なくて親のお金で許可を取って課金してるパターン。あ、そうですね。で、あ、言っちゃったね、行っちゃったね、もう。でね、まあいいや、まあ答え出てるけど、2パターン目が親の許可を得ずに勝手にクレカ使ってるアホで、3人目がシンプルに嘘ついてたクソガキ、4パターン目は自分で稼いだ金で課金してたキッズだね。4パターン目はね、ちょいたまにいるんすよね。なんかカード転売とか、クレーンゲームで売り値が高いぬいぐるみを取って転売するとか、はい、あと面白かったのがポケカを、ほんと多分やっちゃいけないんだけど、店でそのちょっと触って、はい、あ、これちょっとレアカード入ってるなというのを買って、実際買ったら入ってるからそれを転売するって、っていう特殊能力はないんですか？ないですね。え、親はどんな感じ？毎月のお小遣いとかあんの？いや、親のクレジットカードで、あの、課金したいって言ってくれれば課金させてくれるって言ってたんで、親に許可取って課金してる感じです。あ、スタートは？あとはお小遣いですね。え、お小遣いいくらもらってんの？月に10はもらってますね。え、それは現金で？現金ですね。現金で。それはなんか課金したいから、課金じゃなくてなんか飯食いに行きたいとか時もありますけど、ほぼ課金に使って。それは何歳ぐらいからクレカ使っていい許可をいただいてたの？いや、もうずっとゲームとか始めてからですね、課金したく欲が、うん、YouTube とかあるじゃないですか、ガチャ回してるの。はい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 。それを見てて、うん、あー、これ欲しいなーと思って、親に聞いて課金したいんって言って、うん、なんか親のクレジットカードを携帯に入れてもらって許可を取って課金してるみたいな感じです。え、それ大丈夫？こんな何百万も使ってるっていうの分かってんの、ちゃんと？いや、もうバレてますね。バレてるって今のニュアンスから、あの、親としてはそこまで課金するっていう話じゃなかったってこと？いや、なんもないですね、それは。怒られてもないですし、親もマジ、まあまあこれぐらいならみたいな。まあまあこれぐらいならだってさ、それいくらだったら怒った？1000万とかなると、もうブチ切れてましたね。いや、ブチ切れるっていうか、小鹿みたいに足震わせておしっこ漏らしちゃうよ、普通の親だったら。あー、挟んじゃーってなるよ。ちなみにそれいつぐらいにいくらぐらい気づいたの？いや、多分最近ぐらいになってからだと思いますね。課金し始めて結構課金したんで、あの、多分電動の時にバレました。電動の武器ね、武器を取ったの、はい、その時にバレました。え、なんかちょっと来てみたいな言われて行ったら、あの、その請求が来てて、でも勉強頑張るなら許していいけどって言って、勉強頑張ってて、なんとか許してもらったみたいなもんですね。あのね、勉強頑張って500万課金させてくれるんだったら、俺でも頑張るよ。もう30過ぎても頑張るよ、余裕で。将来何になりたいとかあるんですか？いや、まだそれはなくて、うん、なんかないの、憧れの職業とかさ？いや、ないですね。ないの？はい。荒野行動はどんな感じで頑張っていくんですか？やっていくんですか、そもそも。荒野行動は続けようと思ってます。だいたいこういうね、ハイカキンキッズのコメント欄にはね、いや、もう荒野行動終わったらどうすんの、そのアカウントってさ。まあ普通のハイカキン者さんとか、まあ一番はそのガチャを引く瞬間のさ、何が出るかなとか、これが出たから嬉しいとかさ、そこの楽しみのためにお金出してるわけじゃん。はい。まあ、サービス終了したところで別に違うんですよね。そうですね。いや、もうガチャ引いて楽しんだから、もう楽しむだけ楽しんだからいいよと。もう引きまくったね。引きまくってるもんな。そしてずっと俺復活させてくんないやん。あ、忘れてました。ナイス。今から復活させます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもゲリラとかもガンガン出てくるんですか？ゲーようと考えてますね。あんま興味なさそうだな。ゲリラとかちょっと興味ないんですけど、本当は。ちなみにさ、君の友達とかはさ、君がそんぐらい課金してることに対してさ、なんて言ってるの？はい、頭おかしいってよく言われます。お前だおかしいのはって言ってってる？言い返せませんね、ちょっと。いや、どうか私に iTunes カードをお恵みくださいみたいな物乞いキッズとかさ、リアルキッズ出てこない、はい、いやー、そんなに寄ってこないですね。あ、そうなんだ。ツイッターとかにも来ない？来ないですね。あんまりツイッター動かしてないんで。別になんかフォロワー増やしたいとかそういう欲もないんだ？ないですね。それはじゃあね、まあこの動画をきっかけにね、多分ね、溢れ出てくると思いますよ、あいつらが。やば、後ろいます、これ。マジ？やばい。あ、来ましたね。どこ？あ、そっちのやつらか。クソが。はい、じゃあありがとうございましたということで、なんか、あの、最後にクレクレキッズにとかリスナーさんにメッセージありますか？クレクレキッズ来てもいいですけど、多分あげるとしても5000円ぐらいです。
いやーすごいね、ただ本当にガチだな。まあでもここの前をやっぱり電動で飾りたいっすよね。多分電動は車3台取ろうか悩んどるところですね。3台取るの ?1 台じゃなくて。はい。結局だって9がいいんじゃないの。そうですね、9が強いって言うんですけど、これ3台並べたらかっこよくないですか。いやかっこいいけどさ、もっと早めにできたろ。何をお前こんなわけわかんないやつ撮ってんだよ。もうこの精鋭11だっけ、このジープとかもなんか逆にしょぼく見えてきたわ。昔課金してた人のアカウントみたいな。そうです、うん、昔の方で課金してたんで、今になってあんま課金しないようになったんで。ああ、なるほどね、わかりました。で電動を絶対撮ります、3台並べます。お父さんに確認してね。はい、します。